まずはこちらをご覧ください。メガ枠はゲンガーです。このメガゲンガーが揃った後の盤面に注目してみてください。そう、メガゲンガーが場にいませんので、サブポケモンだけでコンボをしています。ある程度コンボするとまたメガゲンガーが降ってきますが、メガゲンガーが揃った後は再びサブポケモンだけでコンボをしています。メガポケモンが揃った後はコンボ中しばらくの間メガポケモンが降ってこないという性質があります。つまりサンドバックしているポケモン、要するにダメージを与えているポケモンのほとんどはメガポケモンではなくてサブポケモンです。以上のことからメガポケモンの攻撃力はそれほど重要ではないことがわかると思います。メガポケモンでダメージを与えるのが目的ではなくて、サブポケモンでコンボしやすくなるようにメガポケモンを使うと考えるといいかもしれません。次回からはタイプ別に各メガポケモンのメガ効果とおすすめ度を紹介していきます。メガ進化のその他特徴は関連動画へ。周囲1マス消しです。強くはありませんが、序盤ではかなりお世話になるメガポケモンです。ノーマルタイプの10匹消去です。コンボ誘発力はありますが、鉄ブロックに弱いのとノーマルタイプという理由から使用場面はほとんどありません。フラージェスのミッションカードぐらいでしょうか。縦消しです。まとめて消せるのは強みではありますが、とにかくコンボが止まりやすいのが欠点。横消しです。まとめて消せるのは強みですが、こちらもコンボが止まりやすいのが欠点です。ただこのメガガルーラエキストラのノーマルタイプ縛りでは大きく貢献してくれましたので、個人的には非常に好きです。1点メガ進化ができて、お邪魔をまとめて引きずり下ろすことができて、特にエキストラ50と53での貢献は本当に素晴らしい。ミミロップと同様に縦消しです。コンボが止まりやすいので使いづらい。縦ジグザグです。コンボ誘発力はありますが、色違いのメガリザードン Y と全く同じメガ効果なので、おすすめ度は星2。中央消しです。コンボが止まりやすい。格闘タイプの増殖系です。個人的には好きですが、どうしても運要素が強いのがネック。使う場合は総攻撃とも組み合わせたいです。地震消去系でゲンガーと同じです。特に3匹ステージでの爆発力は侮れません。毒タイプの増殖系です。ただどの毒タイプのポケモンがハロウィンゲンガーに置き換わるかは分かりませんので、完全に運ゲーです。とはいえ、毒にするプラスポイズンコンボからのハロウィンゲンガー大増殖は爽快感抜群ですし、個人的にはかなり好きです。毎回こうなるといいんですけどね。まず最大の強みは一手メガ進化。スピアーを3匹消去するだけでメガ進化ができます。そしてメガ効果は正方形9マス消しです。ただ1点しかタッチできないのとコンボが止まりやすいのが欠点。なお岩鉄が多いステージではスキル入れ替えプラスプラスを使うことで有利に持っていくことができる場合もあります。色違いのメガリザードン X の登場によってメガスピアの出番はかなり減りました。左上から右下への斜め消しです。空白を作らないので、それなりにコンボもしやすいです。自身のスキルをメガパワープラスにしている場合は4マッチで1手メガ進化もできます。なお消去範囲は決まっていますので、消去範囲外のお邪魔がなかなか片付かないこともありえますので注意。2点タッチの指定消去です。タッチした箇所を中心に十字にポケモンやお邪魔を消します。自分の好きな場所をタッチしてお邪魔を消したりコンボを組み立てることができますので、メガ効果としては非常に優秀。ただしメガ進化が遅いのが致命的欠点です。ノーアイテムなら同じメガ効果の色違いメガリザードン X、 メガスタートを使う場合は3点タッチのバンギアス等を使えますので、バクーダを使う場面はほぼないです。縦ジグザグ系です。
入手しやすい、メガ進化が早い、メガスキルアップの必要数が少ない、コンボしやすい、もうめちゃめちゃおすすめです。 X までのつなぎとしても非常に有効です。横 V 字消しです。なんとメイン575のエルレイド戦ではお邪魔の形と一致してます。2点タッチの指定消去です。タッチした箇所を中心に十字にポケモンやお邪魔を消します。メガ効果は文句なしですが、メガバクーダと同様にメガ進化までの遅さが致命的欠点です。飛行タイプの10匹消去系です。コンボはそこそこしますが、そもそも飛行固めにすることがほとんどないという。スキルがメガパワープラスの場合は1手メガ進化できます。メガ効果は左側に対しての増殖系です。メガバシャーモなどとは違って左側に増殖しますので、鉄ブロック等も上書きすることができます。横ジグザグ系です。縦ジグザグと比べると明らかにコンボしづらいです。2点タッチの指定消去です。タッチした箇所を中心に十字にお邪魔やポケモンを消すことができます。メガ効果は文句なし、メガ進化までのスピードも6匹消去とかなり少なめですが、これでも色違いメガリザード X よりは遅いです。たった1匹しか違わないやろと思った方は、下の関連動画をご覧いただいて、どちらに投与するかを検討するといいと思います。ぶっちゃけどっちでもいいので。岩鉄10個消しです。メガ効果によるダメージはレベル関係なく完全固定ですので、レベル1のままでも大丈夫です。お邪魔が岩鉄大量のステージや第5パズルピースが岩鉄のステージで非常に活躍できます。スキル入れ替えプラスプラスにしている場合は早くメガ進化しやすいので、メガフーディンや色違いメガディアンシーよりも使用頻度は高めです。3点タッチの指定消去です。タッチした箇所を中心に十字にお邪魔やポケモンを消すことができます。最強のメガ枠です。ランキング最上位入賞者の多くはこの3点タッチ指定消去を使用してます。ただしメガスキルアップを全投与していてもメガ進化はとても遅いです。メガスタートを使うときは3点タッチ、使わないときは2点タッチとうまく使い分けるといいですね。ゴーストタイプの増殖系です。個人的には好きですが、運要素が強いのはネックです。地震消去系です。メガポケモンを揃えるとしばらく降ってこない、かつメガゲンガー自身を全て消すという性質上、コンボ誘発力が非常に強いです。入手するタイミングも早く、メガ進化も早く、新規さんにも非常におすすめです。新規さんはどのステージであっても迷ったらとりあえずメガゲンガーで OK です。それぐらい強いです。中央消しです。コンボが止まりやすい。ゴーストタイプの10匹消去系です。コンボ誘発力は高いですが、どれが消えるかは分かりませんので、運要素は結構強めです。右上から左下への斜め消しです。消去範囲は固定ですので注意。鉄10個消しです。ダメージ固定ですのでレベルは1で OK。 鉄ブロック大量ステージでなんだかんだ使えます。3点タッチの指定消去です。タッチした箇所を中心に十字にお邪魔やポケモンを消します。バンギラスと同じく最強メガ枠、メガスキルアップは投与数が少ないボスゴドラからがおすすめ。バッテン消しです。使うとしてもメガ進化が早いメガリザードン X を使うので、こちらは使わないですね。鋼タイプの10匹消去系です。コンボ誘発力はありますが、鋼タイプで固めることが少ないでしょうか。Y 字消しです。この範囲のお邪魔を消せるのはメリットですが、コンボは少ししづらいかも。
このタイプの増殖系です。やけど送り火からの大増殖は爆発力が半端ないです。個人的には大好きですが、実用的観点から見ると運要素が強いので注意。バリア10個消しです。ダメージは固定なのでレベルは1で OK。 ディアンシーとメガ効果は全く同じですが、ディアンシーはメガパワープラスが使える分メガ進化も早いです。抜群によるダメージを優先するか、メガ進化のスピードを優先するか、適材適所です。周囲2マス消しです。まとめて消しますので空白ができやすく、コンボが止まりやすいのが欠点。入手タイミングも遅めなので活躍は少し難しいと思います。水タイプの増殖系です。個人的には好きで、爆発力は侮れませんが運要素は強めです。スキルをメガパワーにしている場合は一手メガ進化ができます。メガ効果はランダムな縦ジグザグ、電流と同じです。個人的には色違いメガリザードン Y のようなランダムではない縦ジグザグの方が好みです。地震消去系です。コンボ誘発力は十分ですが、メガゲンガー、色違いメガミュウツー X とメガ効果は全く同じ。正直ゲンガーで十分ですね。ランダムな縦ジグザグ系です。メガギャラドスと効果は同じです。2本の軌道があって、スタート位置は左3列と右3列で1本ずつになっているんですけれども、その軌道が左に進むか右に進むかは完全にランダムです。つまり2本の軌道が交差することもあるというわけです。スキルチェンジでメガパワーにしていても、1手でメガ進化できるとは限りませんのでご注意ください。ランダムではない縦ジグザグ系です。色違いのメガリザードン Y と効果は同じ。2本の軌道があって、スタート位置は左3列と右3列で1本ずつ、ここまでは電流と同じです。ただしその後は必ず左右左右と交互に進むようになっています。これによって2本の軌道が被ることはありません。ライボルトの方がコンボしやすい気がしますが、色違いメガリザードン Y がいますのであんまり使わないです。横消しです。コンボが止まりやすい。草タイプの増殖系です。手持ちの草タイプのポケモンを3匹メガ樹海に変えて大増殖させるというものです。実用的観点では当然運要素が絡みますので、安定して使うのは難しいです。ただ個人的には強いかどうかよりも、この大増殖が気持ちよすぎて使っていることの方が多いです。注意点としては、これまでメガ枠は基本レベル上げは優先度下げていいですよと申し上げてきましたが、この増殖系に関しては逆で、レベルはしっかり上げた方がいいです。なお私は増殖系ではメガ樹海員が一番好きです。入れ替えプラスプラスで鉄岩を上書きできること、ロゼリアのハイパードレインが使えること、ランドシェイミでお邪魔完封できることが理由です。アルファベットの V 字消しです。序盤で入手できますので割と使った方も多いのではないでしょうか。コンボ誘発力はそこそこありますけれども、だったらゲンガーでいいじゃんってなっちゃうので、なかなか積極的に使うのは難しいです。鉄ブロック10個消しです。ダメージは固定なのでレベルは1のままでも大丈夫。特にタイプレスコンボと組み合わせると割とやばいダメージが出ますので、鉄ブロック大量ステージでおすすめ。縦消しです。コンボが止まりやすいのと、入手タイミングがメイン620とめちゃめちゃ遅いので、もはや使うことは1回もないぐらい。ただメイン620のメガ雪の汚染めちゃめちゃ強いんですよね。上増殖系です。タイプ専用増殖系と違って、増殖する場所が上と決まっています。増殖する場所に鉄や岩があってもちゃんと上書きをしてくれます。エスパータイプの10匹消去系です。序盤で手に入る、週末に明日で使いやすい、コンボ誘発力が高い、タイプレスと組み合わせやすいという理由でおすすめ度割と高めにしてます。
アルファベットの Y 字消しです。メガリザード Y とメガ効果は同じ。 Y 字状のお邪魔をきれいに消すことはできますが、出番は少ない印象。岩、鉄、10個消しです。メガプテラや色違いメガディアンシーとメガ効果は同じ。ダメージ固定なのでレベルは1で OK です。周囲2マス消しです。ドラゴンタイプ以外の10匹消去系です。メガ進化が遅い、鉄に弱いという欠点はありますが、コンボ誘発力はかなり高いのでメガスタートと合わせて使いたいです。ランダムな横ジグザグ系です。電流の横バージョン。ランダムではない横ジグザグ系です。ライボルトの横バージョン。バッテン消しです。一手メガ進化もできますのでステージによっては使えます。一番おすすめのメガ進化ポケモンです。色違いリザードンは来週4月30日から登場します。タッチした箇所を中心に10、もう時間がないで関連動画へ。右上から左下への斜め消しです。メガクチートとメガ効果は同じ。コンボ誘発力は悪くはありませんが、積極的に使うかと言われると微妙。アルファベットの大消しです。序盤で入手できますので、なんだかんだ使った方も多いのではないでしょうか。いずれ使わなくなりますが、メガゲンガー入手までのつなぎとしては有効。バリア10個消しです。メガディアンシーとメガ効果は同じ。ダメージは固定なのでレベルは1で OK です。メガ進化の早いメガディアンシーにするか、タイプ相性でメガバンギラスにするかは適材適所。上、増殖系です。メガヤトランとメガ効果は同じ。ただ入手があまりにも遅すぎる。横消しです。コンボが止まりやすい。アルファベットの大消しです。メガヤミラミとメガ効果は同じ。メガサーナイトは通常も色違いも活躍は難しそう。超おすすめです。一手メガ進化からのメガ効果はバリア10個消しです。バリア大量ステージで大活躍。特にタイプレスコンボからのメガディアンシーはダメージも強力。色違いリザードの次にメガスキルアップを全投与したいポケモンですね。岩、鉄、10個消しです。メガプテラとメガ効果は同じ。メガ枠で使うかサブ枠で使うかによって育成方法が変わりますのでご注意ください。メガポケモンの紹介は本日で最後です。